チャタヌーガはアメリカ海軍の防護巡洋艦、デンバー級防護巡洋艦の一隻。艦名はテネシー州チャタヌーガにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。チャタヌーガは1900年3月29日にニュージャージー州エリザベスポートのクレセント造船所で寄港した。1903年3月7日にエルエチャンブリスによって命名浸水し、 ニューヨーク海軍交渉で完成する。1904年10月11日に艦長 A シャープ中佐の指揮下収益し、大西洋艦隊に合流した。成長後、カリブ海への巡航を行う。ニューヨークに帰還すると、船体に加わり1905年6月18日に、フランスのシェルブールに向けて出航する。シェルブールでブルックリンがジョン・ポール・ジョーンズの遺体を受け取り、艦隊は、 海軍兵学校へ向かう。アナポリスには6月23日に到着した。同年の残りをメイン州及びマサチューセッツ州の海軍民兵の訓練支援に費やしカリブ海への巡航を行った。12月28日にプエルトリコのサンフアンを出港し、スエズ運河を通過太平洋での任務に就く。1906年4月29日にフィリピンのカビテに到着した。 チャタヌーガはアジア艦隊に加わり、フィリピンでの作戦活動を行う。夏は中国への巡航を行い、アメリカ合衆国の東洋における G 活動を行った。その後1910年、1912年8月31日にピュージェットサウンドで予備役に置かれ、1914年4月21日に現役復帰メキシコ水域での任務に就く。 1915年から16年にかけてメキシコ革命での混乱に対してアメリカ合衆国の権益を保護するための任務に従事しその後アメリカが第一次世界大戦に参戦する1917年5月まで任務は継続したチャタヌーガはパナマ運河を通過しカリブ海での数ヶ月間の偵察任務に従事しドイツ艦に対する警戒を行った 1917年7月からは大西洋で戦団護衛任務に従事し他の護衛艦と共にフランスの港へ巡航した。この大西洋を横断する過烈な任務はノバスコシアへの二度の護衛任務で中断された以外は継続された。チャタヌーガは1918年12月26日にニューヨーク湾で行われた海軍長官による戦勝記念の関越式に参加した。 オーバーホール後、チャタヌーガは、リベリアの政府職員をモンドビアへ送り届ける。その後イングランドのプリマスに向かい、5月7日に到着した。ヨーロッパ海域のアメリカ海軍部隊の機関となったチャタヌーガは、6月までイギリスとフランスの港を訪問した。6月29日に、ウィルソン大統領の乗るジョージ・ワシントンの先導艦としての任務に従事し、その後ドイツ及び、 ベルギーの港を訪問、続いてトルコ海域のアメリカ海軍部隊の機関として地中海での任務に就く。さらに国海での巡航を行い、アドリア海ではオーストリア・ハンガリー帝国海軍の艦艇廃棄任務に従事した。1921年1月から5月までチャタヌーガは巡洋艦船隊と共に通常の偵察任務を行い、6月1日に帰国の途に就く。 1921年7月19日にボストンで退役し、ポーツマス海軍交渉で保管後1930年3月8日に売却された。ありがとうございます。